ちは。こんにちは。佐々木豊さん、はい、まあ、オミクロン株の市中感染がちょっとどんどん広がりを、はい、見せていまして、大変だな。そうですね、ちょっと数がどんどん増えていっているというか、でこれスポーツの選手たちもどんどん陽性者というのが増えていったりとか、あと濃厚接触者で自宅、隔離中という方も増えているんですけれども、これはね、そうなんですよね。いや、サッカーチームがいち早くキャンプに行ったでしょ。はい、ね、まあ、沖縄、高知、宮崎、鹿児島とかさ、はい、各地に飛んでるんだけど、サッカー界のことで言えば、はい、飛行機の中でクラスターになってんだよね。豊さんの息子さんたち大丈夫ですか？そう、いや大丈夫じゃないんだよ。お、だからコロナにはかかってないけど、はい、まあ、チームがそうだってあったりだとか、はい、ちょっと話を聞いたら、うん、対策とすれば、はい、飛行機を分けた方がいいって言ってたね、選手移動するのに。で、移動でなる確率ってものすごい高いらしいよ。そうなんですね。まあ、座席もの関係もありますし、座席の関係もあるし、だから、まあ、プロ野球が移動するとき、はい、いろんなところに移動していくよね、はい、やっぱ何台かとか、はい、便とかもいくつかに分けた方がいいらしいな。本来はそうした方がいいですね。いいと思うよ。あ、だからこれはね、市中感染で、はい、でもうこれなっても責められないからね。まあ、ここまで広がってますし、いや、分からないしさ、はい、例えば飛沫で感染するとか言ってたのが、はい、これ飛沫じゃなくて空気感染になってきてるわけでしょ、はい、そうなんです。で、あとマスクをしててもっていう意見もありますし、ね、あと本当にコンビニと家の行き来しかなかったですっていう方でも感染しているので、もうこれはちょっと防ぎようがどうしたらいいのかって、はい、でね、あるプロ野球球団に聞いたら、はい、もう本当にシーズン中は一歩も外出ない。シーズン中、まあ、昨シーズンで、そうで、食事終わってからの食事、はい、昼飯出る前、球場行く前の食事も、はい、やっぱこう時間差で取ったりだとかいろいろしてたって。だから、そうなんですね、外食なんか1年間してませんみたいな、遠征先で。あ、野球選手、はい、まあ、あるチームですけど、あるチームだけど、そういうことも言ってたし、でコンビニなんか行くにも、はい、やっぱ許可がいい。許可が、許可、コンビニ行ってきますっていうことを言って行って、帰ってきた時は、はい、帰ってきましたというようなことをしっかり、まあ、連絡報告もしてるということなんだよね。はい、それでも今回のコロナは、はい、感染力がすごいな。そうなんですよ。で、自主トレで続々と選手が陽性者が発表されてるんですけれども、これは、ちょっと前の時点になるんですけれども、例えばヤクルトでも先日は、ね、村上選手が、はい、2回目になったということで、プラスピッチャーでいうと高橋奎二投手もそうですし、あと阪神は西勇輝投手も、うん、コロナ陽性になってますし、あと巨人だと小林誠司選手であったりとか、うん、あと山口俊投手もそうですね、あと広島は長野選手も、はい、なる人はなるね、これは。あ、やっぱ体質かもわからないね、コロナに好かれるというなんかあるのかもしれない。やっぱあるんだと思うよ、ね、だからもう気をつけてても、はい、もうちょっとしたことで感染するというかさ、はい、やっぱ体質もあるんだろうなと思い出してきたけどね。そうですね。あと中日でいうとビシエド選手、あと DeNA は宮崎選手も、はい、陽性になりましたし、オリックスは宮城投手、あと紅林選手、うん、で、ロッテは藤原選手、安田選手、うん、で、楽天は非公開にしているんですよね、うん、でソフトバンクが結構多くてですね、柳田選手であったりとか、真砂選手も、あと松田選手もそうですし、リチャード選手とか、うん、結構ソフトバンクいらっしゃいますね。あとは西武だと内海投手、殿崎選手とか、上げてるだけでも今時点なので、この後またどんどん増えていく可能性ももちろん、いや可能性は十分あるし、だから俺は一つ移動の時にちょっと心配だなと思うよね、はい、これでね、マスクもね、はい、やっぱいろんな形状があるじゃない、いろんなマスクが出てるじゃない、はい、やっぱ立体型が一番映りにくいらしいな、不織布で立体型ですよね。そうだから、ウレタンだったりとかは、そうまあちょっとね、ダメらしいな、危ないかなっていうのも言われてますし、で、まあ、そんな中で、まあ、キャンプが有観客で
行われるということが決まりました。それプラス NPB が独自に今回そのキャンプでの濃厚接触者になった場合のガイドラインというのも新たに作るって、はい、もう設けてあります。で、例えば1週間に必ず2回、PCR 検査だったりとか抗原定量検査なんかをするということも決めてますし、濃厚接触者となった場合にはまず隔離して、2回の PCR 検査をクリアすれば隔離から6日後に復帰できるという、6日、独自のです。本来であれば10日ですけれども、まあ、6日、その場合には2回の PCR 検査をすれば大丈夫というふうにしたりですとか、あと隔離開始日を0日として3日目と5日目に PCR 検査を実施、どちらも陰性となれば6日目から復帰もできると、陽性者であってもというものも作りました、まあ、ただ1週間はダメだということだよね。あ、そうですね、はい、うん、で1週間隔離されてるとさ、はい、もう別メニューになっちゃうよね、うん、キャンプではそうですよね、やっぱついていけなくなるもん、はい、うんうん、あ、これはあれですね、濃厚接触者ですね、また感染してるとまたちょっと、うん、ルールは変わってくると、長くなるんで、長くなるということなんですけれども、隔離期間がね、はい、いやー大変だなこれは。いや、そうです。だから1週間で2日の PCR 検査をすると、症状がなくてもやっぱり感染してるっていう選手はもしかすると多く出てくる可能性もありますし、果たしてキャンプが成立するのかどうなんですかね。その1軍2軍分けてますね。いやもうね、はい、あるサッカーチームは、はい、着いた途端から隔離だから全くできてないらしいよ、キャンプが。いつじゃまた開始されるかっていうのも、だからもう部屋の中で、はい、筋トレとかちょっと動いてるという。じゃあ、 連携プレーなんかまだ持ってる、もちろん全くできてないらしいよ。で、サッカーの場合って開幕って2月ですか？2月の中旬以降かな、ちょっと2月の末ぐらいかな。でももうすぐですよね。もうすぐだから練習試合もできないしさ、はい、それだけかかると大変なことになるし、はい、そこでクラスターが起きると1ヶ月遅れるぐらいの感覚になってくる、はい、そうですよね。本当にこれ開幕、うん、じゃあずらすっていう可能性は、いや、ずらせはしないでしょ。いや、日程がもうその前からだと球場を抑えたりだとかさ、はい、もうしてるし、はい、だからそれはちょっと無理だし、はい、で有観客でしょ、有観客、はい、キャンプはね、はい、でもそれ入れるにはやっぱこうオープン戦とか、うん、その時だけ入れるっていうわけにもいかないもんね。そのいわゆるそのキャンプのを見るのはもちろん無料、まあ無料ですね。オープン戦になるともちろんチケットっていうことになるので、うん、でやっぱりファンが来てくれるとさ、グッズの販売とかもさ、はい、やっぱ売り上げにもなるし、あとまあ飲食もそうですよね、うん、でオープン戦の時だけ入れるってのはどういうことみたいなことになっちゃうじゃない。ちょっといやらしい話、うん、だからそういう意味ではやっぱり入れといた方がいいと思うんだよ。で経営もね、はい、まあ、ある球団に聞いたら、はい、やっぱ大変だって言ってたよ。まあ、各球団何十億か赤字になってますと。そのキャンプだけでですか？いやいや、もうシーズンを通して、これは2年連続だらしいんだよ。ああ、まあそうですよね、このコロナの影響だから、もう本当大変だから、はい、やっぱまあ救う意味でも、そのね、お客さんを入れるっていうのはもう仕方ないのかなとは思うよね。そうですよね。少しでも減らしていかないとさ、赤字を。はい、じゃないとやっぱこのままじゃやっぱやっていけなくなるっていう可能性が出てくる。球団の経営プラスその選手に払う年俸だったりお給料とかそういうのもということですもんね。そうそうそう。で、そんな中巨人はですね、うん、このキャンプ2年ぶり有観客ということも発表しまして、さらに観覧希望者は来場者情報の登録が必要ですということになってくるんですけれども、まあ、感染状況によっては入場制限ももちろん実施する場合もありますと。まあそりゃそうだろうね。で、まあ、登録者を情報を、まあ、行く人の情報登録っていうのはどういう形でしていくのかっていうのはまだちょっとわからないんですけれども、ではもちろん住所の前に入れて、この方がどこかで陽性になった場合はすぐにまあ分かるように徹底しておくっていうことなんで、大変だよねその作業も。ですよね。ただあと例えばその接種を2回受けてるかとか、まあそうだね、直前の PCR 検査で陰性、観客の方にそこまで陰性証明とかっていうのもなってくるんですかね。まあだから言えば国がもうどっかのその、まあ、飲食店に入るにしても、はい、
やっぱこういうそういう証明とかね、うん、いるとか、うん、まあ、そういう取り決めを決めると、まあ、簡単なんだけどね、うん、まあ、だけどやっぱこう考えの中で、はい、やっぱ私は打ちたくないっていう人 も、はい、やっぱ尊重してあげなきゃいけないし ね、 ね、やっぱそれはそれなりの その人の考え方があるわけだから、はい、だからそこら辺はちょっとな、どう難しいけども、難しいところですよね。でもまあその無事を祈るしかないんだよね。いや本当に、まあ、それしか言わないですよね。いや本当によ。だから、まあ、松田がね、はい、あソフトバンクね、はい、クラスターにかかっちゃったじゃない。まあだからあの気持ちもさ、オフの間にね、はい、ちょっと遊んでみたいな、そのもう気持ちを分かるんだよね。なるほど、そのキャンプに入る前にっていう、前にちょっとね。そうですね。まあ怖いなと思いながらもやったと思うんだけど、だけど、あと本人主催ではなく、そのなんか、まあ、谷町的な方がいらっしゃって、まあ、行くか行かないかは自分のね、まあ、はい、意思があるから、うん、まあでもね、オフの間またこれからキャンプに入ったら、はい、1年間シーズンが終わるまで隔離状態だよ、もう本当に、まあ、そうですね、それが続くと思うとさ、はい、オフの間にちょっと羽を伸ばしてみたいな、うん、気持ちも分かるんだよね、はい、まあそうですね、まあでも分かるんだろう、分かるんだよねって言ったら責められるかも分からないよ。そうですね、ただ、そうですね、ただ他の選手にも そこでね陽性出してしまったっていう責任も感じてると思いますしね、松田選手ね。だから、もう本当何が正しいのかもう分からないけど、はい、これあのファンの観覧者、まあ、あの見る方ですね、見る方の観戦する方と選手とのまあ、動線はもちろん分けるというふうにはなってますけれども、うん、そこの接触っていうのはないよね。このグラウンドの中ではない感じですか。例えばもちろんその、いや動線もないよ。例えば、はい、もう本当にそういうような状態であれば、はい、車で運ぶよね選手を。あとまあ出待ちももちろんなしとか、もちろんもちろん。あと何号とかって結構選手とファンって動線が一緒だったりするんですけれども、あ、まあ、でだけどあそこ、まあ、行ったことはあるけども、はい、やっぱ完全に分けるだろうね。あ、ここから先は入れないとか、はい、ね、うん、だから、まあ、動線はきっちり決めると思う。あと例えば泊まってるホテルがたまたま、ね、まあ、一緒っていうところもあると思うんですけれども、ファンの方と、まあ、でもそっか、そこもきちっと分けてっていう。いや、それと係員が立ってるんだ、あ、もう入らないよ、入れないよ、あのフロアごとに決まってるとか、そういうのはあるでしょうね。嫌だな。いや、本当あのスポーツ選手ってそのマスクしながらもちろんプレーできるとか練習できるものでもないので、やっぱひとたびどこかから、ね、もらってしまうとどっと広がってしまうっていう、その、ね、まあ、そうだね、リスクはすごくやっぱり他の一般の生活している我々よりもあるのかなって。だからまあ選手も含めてさ、はい、おそらく60人ぐらいキャンプでは移動すると思うんだよ、はい、一軍だけで、うん、選手はその中の半分だとして、はい、で半分が裏方さんだとか、うん、そういうことじゃない、はい、裏方さんが一人出て、はい、食事して持ち帰ったらまた大変なことになるじゃない、うん、そうですね、クラスターが起きたり、うん、末端の人までやっぱ管理しとかないと、まあ、大変なことになるということだよね。そうですね、まあ、党内連携 もできなくなってしまったりとか、当たり前だよ。そうですよね、みんなその党内連携するよりもチームの連携取れって言われてる逆にね、逆にだよ、逆にそっちを徹底してくださいって言われちゃいますもんね。ただ、まあ、でもね、ストレスの塊になると思うわ、選手たちも。 あと、まあ、ファンの方たちもその手放して喜んで見られるっていうね、その状況でもないですし、まあ、だお互いルールをちゃんとしっかり守ってね、うん、はい、まあ接してほしいなと思うよね。そうですね、まあ、そこは応援も、ね、含めてね、はい、守るという意味でも、はい、なのでちょっとね、あのキャンプどうなっていくのかもまたちょっと見守っていきつつ、ね、はい、はい、いきたいと思います、はい。